そしたら、メガサイズモデルのガンダム、ユニコーンガンダムの制作早速入っていきます。でとりあえず今回は仮組っていう形でやっていくので、まあ、とりあえずね後から、バラせるようにっていう形で組んでいこうと思います。まあ、とりあえず説明書の順番にねいきましょう。で、あ、そうそうそう。で、今回のやつはね、サイズが大きいので、多分ね、画角に入りきらなくなっちゃうんで、もう今回は、こう、手元から撮ったカメラじゃなくて、こう、前みたいな、向かいからのカメラで行こうと思います。はい。というわけで、ちょっとアングル変えます。はい。今回はね、こんなアングルで行きます。で、とりあえず、まず、このランナー、C1 と C2 がくっついたランナー、これをねバキッと2つに折ってあげて、こっちを使います。こいつがね足首のパーツ。あ、そうそう。で順番的には足から組んでいく形になるので、やっていきます。これねポリキャップの中にこういうポリキャップの中にこういうギザギザがねついてます。これがクリックになってますね。で、組んでいくときにまた後からバラすんでこのダボカットだけやっておきます。ピンとねダボもねかなり大きいので多分やっとかないと次バラすとき多分バラせなくなると思います。で、この2つのパーツをこう2つのランナーをねこう重ねてあげてパチンと。これ結構硬いな。ダボカットしてるけどこれでもバラせるかちょっと微妙なぐらい結構硬いですね。はい。で、結構ね、ここのゲートは、パチンと切れるようにっていうので、かなり細めになってるんでね、ちょっと切りにくいですけど、二段切りしにくいですけど。まあ、これが膝のパーツですね。こうか。これが膝のパーツで、で、こっちが足首のパーツで、とりあえず足首の方から組んでいきます。はい。そしたら、切り出してゲート処理まで全部やったんで、組み立てをやっていきます。かなりねポリキャップの数を使うんですけども、やっていきます。ちょっとねもうパチパチ説明書通りに組んでいくだけなんでかなり早送りでやらせていただこうと思います。足首完成。足首だけでこのサイズなんですよね。かなりでかい。で一応
各関節はねこういう感じでクリックが入ってます。左右もこんな感じ。はい、では引き続きですねやっていきます。で、このパーツ、ここの穴にここのダボにこのピンが刺さるんですけど、ここがね結構差し込んじゃうと硬いので、ここのダボの方切れないんで、こっちのピンの方をねちょっと斜めに落としておきます。こんな感じで、こんな感じでピンの方を斜めに落としておくと少しだけ抜けやすくなるのでやっておきます。少しだけですよね。で、次ここのこのパーツとここのこのパーツをつけていくんですけど、これこのまんまつけちゃうと次もう二度と外せなくなってしまうので、ここの裏側のところにこんなピンバイスで穴を開けておきます。こんな感じで穴を開けておくと後でバラした時に裏側からねクッと押してあげればパーツが外せますんで、こういう風にしといてあげます。こうやってねスポッとここにはまっちゃうんで、この状態だと抜けなくなっちゃいますんでね、こうやってやっておきます。なんか組む前にねこの裏側に何もないのをねちゃんと確認しておかないとダメですね。裏に何かあるところに穴開けても貫通しなかったりとか、貫通したあかんところに貫通しちゃったりとかっていうのがありえますんで、この辺はね組む前に必ず確認してやっててください。まあなんとかなりますけどね。
ね、すねの部分はこんな感じ。これね、マスターグレードの時はね、結構あちこち動いたんですけど、もうほとんど固定なんで結構組みやすいですね。複雑な形はしてますけど、はい、こんな感じ。はい、で、この太もものね、この走行のパーツなんですけど、これはね、ここにサイコフレームがつきます。こことここにサイコフレームがつくんですけど、ちょっとね、裏側がややこしいんで、この段階でさっきと同じようにまた穴を開けておきます。で、太もも周りのサイコフレームがついていくんですけど、まあね、こういう感じでつくんで、ここに穴開けとかないと後から外せなくなりますよっていう感じ。で、この前側と後ろ側、このパーツは左右分割してから外せるんで、別に気にしなくても大丈夫だと思います。はい、これで太ももも完成で、股関節のパーツと、すねのパーツで、あと足首という感じでつけてあげると、これで足の完成ですね。一応これで両足とも完成してます。というわけで、ちょっとまあ今回は、下半身だけっていう感じ、下半身というか足だけっていう感じになりますけれども、次また、次は腰かな、腰と、順番的に言うと、腰作って上半身作って腕作って頭作ってっていう感じになるので、次の動画ではね、腰周りと上半身周りを制作していきたいと思います。はい、なんせね、足だけどこのサイズなんで
もうどん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 フレームに収まらなくなっていってしまうんで、そういう形でやっていきます。というわけでね、続きをまた見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけましたら、最新の更新情報などをすぐに見ていただけるようになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あと、いいねとかコメントとかいただけましたら非常に励みにもなりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。